ドレミドミドミョー。こんにちは、ミョーイミニダー。こんにちは、ミョーこと宮崎美穂です。ここでクイズです。今私はどこにいるでしょう。ブブー正解は神保町にやってきました。ちょっと待って、珍しくないですか、私が神保町にいるって。だいたいやっぱさ、新大久保とかさ、秋葉原とかのイメージあると思うんですけど、今日はですね、神保町にやってきました。なんで今日神保町に来たのかと言いますと、皆さん神保町って言ったら多分こう日本の方はね、本の街だとか結構本のイメージがあると思うんですけど、そうなんですよ。今日はですね、皆さんにとっておきのブックカフェをご紹介したいなと思います。でも私が紹介するブックカフェはただのブックカフェではないですよ。韓国語とかを勉強している皆さんだったら、韓国の本とかをね読むと思うんだけど、大体それって教材だったり教科書だったりするじゃないですか。今日はですね、韓国の普通の書籍、本を読める本屋さんがあるということで、多分これ初めてじゃないですか、 YouTube で紹介するの。多分他の YouTuber さんも取り上げてないと思うんですけど、今日はこちらのブックカフェご紹介します。チェッコリさんです。すごくないですか、韓国の本に特化したブックカフェなんですけど、韓国書籍の専門店なんですよ。だから韓国の本を東京で読める唯一のカフェになってるので、ちょっともう私とあんまりイメージないかもしれないんですけど、個人的に本が大好きで、私もまだ行ったことないんですけど、初めて潜入捜査していきたいと思います。クロームゴーゴシー。チッコリーさんですね。韓国の本とちょっとしたカフェということで、やばい。じゃあいいですか、早速行ってきたいと思います。すごい、すごい、わあ、これ新作、今週韓国から来たんです。これ本当に新作じゃないですか。わあ、すごい、最新の本のもう置いてあるってことですよね。大変大変大変。読みました私これ。ここはあれだ、韓国の本が翻訳されたコーナー。やばー。これすごくないですか。アイドルファンの皆さん。BTS とアーミー、こういう本まで売ってるよ。すごい。古谷さんじゃん。あ、古谷さんだ。うん。特別インタビュー、古谷さん。彼らは世界を一つにする象徴だか。BTS とアーミーの本があるとは思わなかったです。何？私はトッポッキーでできている。韓国の人気ソングライター幼鳥がトッポッキーにまつわる思い出をユーモアいっぱいに綴ったエッセイ集。面白そう。トッポッキーってもうそのワードでなんか読みたくなるもんな。こうやってさ、韓国の書籍が翻訳された本って本当に探すの大変なんですよ。だから韓国語ができない日本人の方も韓国の本をね、こうやって気軽に読めるっていう、すごいね。あ、またあったよ。 BTS トップね、静かね、中文少年、心理派、そう、え、ちょっと難しいんだけどすごい、 BTS のなんて言うんですか、セオリーみたいなのを元に科学本みたいなのがある。すごくないこれ。だからさ、若い子たちはさ、難しいことを勉強するときってなかなか入りづらいけどさ、 BTS と一緒になんか勉強できると思ったら楽しいじゃん。大丈夫？ソングルシーです。わー、これは書き方のレッスンの本ですね。
なんか私韓国人の文字にすごい興味があって、人によって全然違う文字書くじゃないですか。書き方とかって本当にすごい書き順みたいな感じ。韓国語に書き順はありますか？あります。あ、あるんだ。やっぱ綺麗な文字書いてみたいですよね。え、これめっちゃ良くないですか？これ絶対みんな共感すると思う。これさ、こういうのとかさ、なんか日本人から見るとすごい難しいんですよ。これはダメだって。ここまでやらないと。すごい。これめっちゃいいじゃん。やばい。これはもしかしてレシピ本ですよ。やばい。ペン買っとこうかな。見て見て。キノコクリームトッポッキーのレシピ。これ最高じゃん。これはトッポッキーを使ったレシピ本です。こんなの日本で買えないでしょ。見て見て、鬼滅の刃韓国語バージョン、すごくない？普通にコレクターの人さ、めっちゃ感動するだろうね。あ、でも韓国でも鬼滅の刃今すごいヒットしてますもんね。あとね、鬼滅の刃もあるけど、ワンピースもあります。わーすごいよね。セーラームーンもね、あるし。わー、セーラームーンは韓国でもめっちゃ人気あるもんね。すごい、もうラメ加工されちゃってる。俺たちのちゃうね。え、女神降臨の原作があるよ。え、これやばくない？お宝じゃん。でもね、皆さんに秘宝ですよ。残念ながら2巻と3巻あるけど1巻は売り切れですね。やっぱ今人気なので。いやー、ちゃうんさん見てますか？日本でも売られてますよ。一番おすすめの本なんですか？一番おすすめ。これあのまさに一番おすすめですね。すごくない？私が買ったの。本当ですか？この2時間で145万。やばい、楽しみ。それは紹介します、ぜひ。今1から12まで出てます。はい、ありがとうございます。この翻訳された小説たち、こっちから読むと日本語で読めるんですって。だけどこっちから反対側から読むと韓国語が読めるんだって。だからその韓国語でまず読んで、あれなんだこれってなったら、こっち見て答え合わせしたらめっちゃ韓国語の勉強に役立つね。しかもね、ここをね、 QR コードをね読み込んだら韓国語で朗読してるのが聞けるらしいので、しかもさ、短いから読みやすいよ。はい、というわけで今日はですね、韓国書籍が変えて読めるブックカフェをご紹介しました。レジで飲み物とか頼んで、ここで椅子があるので、カフェで利用できるみたいなので、本当に一日中好きな人は入れられると思います。今日初めて来たんですけど、もうめっちゃ楽しかった。韓国好きの人はね、たまらないと思う。すごい気になってた本とか、日本語を翻訳された本を読んで韓国語の原作の本があったりとか、レアな空間なので、もう今韓国の本屋さんとかなかなか行けないし、日本で
ね、韓国の本に触れ合うってあんまりないと思うんですけど、もう本当に素晴らしいところを見つけてしまいました。本当にプライベートでゆっくりまた来たいなと思うので、もうマジでおすすめするので、皆さんぜひ足を運んでみてください。韓国書籍専門店のチェッコリさんをご紹介しました。皆さんぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。クロー今バイバーイ。